杉山賢人は、静岡県沼津市出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者、日本女子プロ野球機構、ノースレイヤー元監督。バルセロナオリンピック野球の銅メダリスト。静岡県沼津市で、科学工場の社長の息子として生まれる。賢い人間になってほしいとの願いから、賢人と命名され、スーパーマンのクラーク・ケントからもヒントを得たという。 積んできた花を飾るような繊細な子供だったが、小学校3年生の時にバッティングセンターで大人向けの速球を打ち返し、親の勧めで翌年から野球を始めた。小柄ながら優れた打撃を見せ、少年野球の県大会では特別監督賞を受賞している。金岡中学では2年生の夏に AS が負傷したのをきっかけに当初に転校した。沼津学園に進学すると、 再び野手になり、入学時は身長をおよそ160センチメートルで打撃が課題だったが練習を重ねて克服。2年生の夏の静岡大会から1番、中堅守のレギュラーとなった。3年生になると3番を任され、2番手投手も兼任していた。同年夏の静岡大会では準々決勝で AS の負傷を受けて登板したが、さよなら負けを喫している。 先週大学に進むと同期に、岡林洋一や武藤淳一郎がいたが、同じ静岡県出身の監督の持月教授が、高校時代の杉山のプレーを見ており、投手に専念するよう指示された。1年春のトートリーグから、ベンチ入りして2勝を挙げ、岡林が故障していた2年春のリリーグ戦では、先発を数回務めている。3年まで、 頻繁に外野手転校を訴えたが却下され、最後の1年間は必ずしも熱心に練習していなかったという。大学では3番手投手として主にリリーフを任され、一部リーグ通算43試合に当番4勝8敗、防御率3.65の成績を残した。大学卒業後は社会人野球の投資場に入り、監督の大田垣構造やコーチの黒上、 吉博の指導を受けて野球について深く考えるようになったという。良い球を強気に使う高見安則のリードなどもあって、頭角を表し、勝利を上げて自信を深めていく好循環が生まれた。1年目の1991年の都市大抗では1回戦から先発して勝利投手となり、小池秀郎との先発対決となった。 準々決勝の対松下電気戦でも6回を無失点に抑えて勝利。しかし、準決勝の対住友金属戦では6失点し、4回途中で降板した。なお、この試合で対戦した松本直樹が社会人時代で最も印象に残っているという。決勝の対三菱重工長崎戦も先発して6回を自責点0の投球で勝利投手になり、 チームの優勝に貢献して若樹師匠を受賞している。また、同年は、社会人ベストナインにも選ばれた。1992年には、バルセロナ五輪代表の最終選考で同じ、左投手の渡辺正和と共に候補となり、渡辺が肘の検査を受けていたこともあり、メンバーに選ばれた。本大会では、予選の対ドミニカ共和国戦で先発し、被安さん 8奪三振で5回を無失点に抑えて、勝利投手になっている。3位決定戦ではアメリカを相手に2番手として1回、1、3を投げ、飛安打に、自責点1で3奪三振を挙げてチームは勝利し、銅メダルを獲得した。同年の日本選手権では2勝を挙げて、チームの優勝に貢献し、優秀選手に選ばれている。社会人の左投手では、 ナンバーワンと言われて迎えた1992年度ドラフト会議では、マウンドでの度胸などを買われ、左投手が不足していた西武ライオンズから1位指名を受けて入団。球団史上最高額となる契約金1億円と年俸1000万円で入団契約を結んでいる。なお、契約金で実家を新築したという。オープン戦から高騰を見せ、4月15日の対、 オリックスブルーウェーブ戦で早くも一軍初登板を果たす。二日後の4月17日には初先発で千葉ロッテマリーンズから勝利を挙げ、5月8日の対日本ハムファイターズ戦で同年のルーキーで最初の関東勝利を収めるなど、工藤君康に続く左の先発として起用されていた。シーズン中盤からはリリーフに回り、左の切り札として 大活躍し、優勝に貢献。カトリオシタカ、塩崎哲也と形成した強力なストッパートリオは、毛利元成の三本の矢のエピソードや、J リーグブームに湧く中、所属チームのサンフレッチェ広島になぞらえて、サンフレッチと呼ばれた。オールスター明けの1ヶ月が、特に辛かったというが、同年は、リーグ最多の54試合に登板して、ほぼ満票で、新人王に選ばれている。 ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは、第4戦でシリーズ初登板を果たし、第6戦まで3試合連続で起用された。オフの契約公開では、2200万円増の年俸3200万円となっている。1994年は6月から7月にかけては5試合で、打者26人を1死球のみに抑えるなどの高騰を見せ、オールスターゲームに初出場を果たした。 前年と同じ54試合に登板し、読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、第5戦で2番手として登板し、3支球で満塁としたところで、小形光一に満塁ホームランを打たれて、敗戦投手になっている。オフには、年俸6000万円で契約を公開している。1995年は金属疲労から肩の故障で、出遅れて28試合の登板に終わり、 契約公開では1500万円減の年俸4500万円となった。1996年は不調でプロ入り初の一軍、未勝利に終わる。1997年は2年ぶりに勝ち星を挙げたが、デニーと森、橋本武広、森信次らが躍進する中、従来の活躍ができなかったが、日本シリーズでは第2戦から3試合続けて登板し、すべて無失点で切り抜けている。 1998年は44試合に登板して防御率2.50の高成績で年俸は5100万円となった。95年以降は肩の故障や監督が変わったことによりワンポイントリリーフが主となっていた。1999年6月7日に平塚勝弘との交換トレードで阪神タイガースへ移籍。背番号17。阪神では 先発投手と期待され、ローテーションに入った時期もあったが期待に応えることはできなかった。2000年5月24日には、吉田剛、西川新一との交換トレードで、大阪近鉄バファローズへ移籍。2001年4月3日には、関口よりとの交換トレードで、西部時代のかつての監督、森正明が監督を務める横浜ベイスターズへ移籍。 異例となる3年連続シーズン途中での移籍を経験した。横浜では32試合に登板したものの2001年、シーズンオフに戦力外通告を受け、12球団合同トライアウトも受験したがこの年限りで現役を引退。2002年から2004年まで横浜で打撃投手、2005年は同球団の一軍マネージャーを務めた。 2006年から東北楽天ゴールデンイーグルス1、軍投資コーチを務めたが2009年10月26日に来期の契約を結ばないことが発表された。2010年からは、東北放送、スカイエースポーツ、J スポーツ、日テレプラス野球解説者を務める。また、解説者として活動するから、少年野球の監督として、女子選手も指導。2013年、 解説者の活動と並行しながらノースレイヤーの監督を務めたが15試合終了時点で成績不振の責任を取り6月13日付で辞任した2014年11月1日に楽天の二軍投資コーチに就任することが発表された2016年10月6日付で来期の契約を結ばないことが発表された2017年は台湾 中華職業棒玉大連盟のラマゴモンキーズの二軍、投資コーチを務め、10月25日に埼玉西武ライオンズと2018年の投資コーチ契約について合意したことが発表された。セットポジションからのアーム式の投法で繰り出す、最速時速 146km の速球は、球質が重く、これを維持するために、西武で減量指令を拒否している。変化球としては、 スライダーやカーブに加え、主に右打者に対しては、スクリューボール、左打者にはシュートも投げていた。低めの制球力に定評があった。丸っこい外見が似てるとして、東芝時代に丹波健治からアンパンマンというニックネームを付けられた。アマチュア時代から、素直で人に好かれやすい性格に、監督や友人らから定評があり。 当主としては珍しく他人の助言を素直に聞いていた、と、高見康則に評されている。ありがとうございます。